どうも様、オクチャンネルだー。今回なんですけども、第1936回ロト6当選結果見ていきたいと思います。で、はい、今回なんですけども、まあちょっとね、今、ネット購入は携帯、iPhone、特に iOS18 に変えた方は今変えないよという状況でございますが、一個ね、違う携帯でログインしたんですよ。じゃあ変えるじゃんということで、ようやく今日から手書きが終わるというところでございます。早くね、ちょっと iOS18 に対応していただきたいなというところではあるんですが、まあなかなかね、まあシステム上のものなので難しいんだろうなと思いつつ、いや、もう早くやってよっていうね、ところではございます。はい。で、あとちょっとね、いろいろ、まあ先々の話チラッとだけしておくとなんですが、まあ今までね、ちょっといろんな買い方、試してきたんですけど、ちょっと、自分の中で量買いすぎてね、しかもちょっと買ってる割には非効率的な感じだなっていうのもちょっと感じたので、まあ少しずつなんですけど、ちょっと改良していったりとかを、もう一度していきたいなというところで、一旦もしかしたら購入量だけで言ったらちょっとボリュームダウンするかもしれないんですけども、まあちょっと一旦ね、テスト段階のいろんな試行錯誤をさせていただく最中なので、まあ確実なものにボンとお金使いたいよなというところがあるので、まあ今からね、高額当選目指すための進化という形で、まあいろいろ試していきたいなと思っております。ではひとまず今回のね、当選結果見ていきたいと思います。企画選金、はい、行きましょう。まずはなんですけども、当選番号を見ていこうぜということで、こちらでございます。はい、16192933 35、そしてボーナス数字が26、出現の方11102030ですね。で、奇数偶数割合なんですが、奇数偶数、奇数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 ということで、まあ出現の方見ても別にあれかいな感じでもない、変な感じでもない。で、奇数偶数割合で言うと、まあ強いて言うならば奇数ちょっと多かったと。でも、かといって全部奇数じゃないよということで、奇数と偶数バリしてる方いらっしゃると思いますし、僕も過去にやってたんですが、全部奇数、全部偶数はできるだけやめた方がいいよと。いうところです。ないわけじゃないんですけど、あるんですが、やっぱちょっと少ないので、そこはちょっともったいないなと思っております。では、出現濃厚エリアなんですけども、こちらでございます。はい、1列目から6列目、全く問題ございません。1列目1、2列目6、3列目19、4列目29、5列目33、6列目35ということで、まあなんか今回、すごい端の番号が出たっていうより、まあ真ん中よりちょっと後ろぐらいっていう、こう絶妙に狙いにくいとこ出たなという感じですね。では、トップ5ですね、見ていきたいと思います。こちらでございます。前回細分の、各列ごとの上位5位までのもので選んでいたらどうだったんだろうかということで、上手に選ぶことができたら、1、6、19、35、そして33、ボーナス数字26ということで、2等を狙えているという状況なんですよね。で、ロト6においては、こっちの流れ、前回細分とトレンドで僕は比較するんですけども、いわゆる前回細分の方で、ヒット結構高いよねっていうのが珍しいんですよね。なので流れとしては、今まではトレンドが大体中心的だったんですが、今回に限っては、こちらの方、前回細分で来てる可能性もあります。では、トレンドの方も見ていきたいんですが、こちらでございます。で、トレンドの方でですね、こちらで上手に選ぶことができた1、6、19、29、33、そしてボーナス数字26ということで、同じく2等なんですね。つまり、今回は、まあトレンドでも全然問題なかったんですが、トレンドと前回細分をよく見比べた中で上手に番号が選べばよかったと。で、かつ今回、何位のものからよく出ていますかというのが、1位のものでボーナス数字1つと、本数字が2つ。で、2位のところに、本数字が4つ潜んでいたということでございます。で、かといって1位のところ29と、2位のところにも29ございますので、まあ単純に2位を主軸に組んでいたら、結構いい感じに戦えたよっていうのが現実問題だと。で、さらに、トレンドの、順位ですね。何位のもの出たんだろうかというのがこちらでございます。で、今回なんですが、1位、1位、1位、2位、1位、そして、19位、29位ということで、まあ1位、2位は多いんだが、まあ19位だったり29位だったり、ちょっとこうなんか変な番号が久しぶりだねっていうのがポコンって出ちゃったよというような回だったというところでございます。では見ましょう。私、実際購入しました。エリア購入法、アミプラス。当選結果は、
ちゃん。なんでよ。つら。つら。つら。あ、ちなみに今回はまだあのいつも通りなので、あの上段下段という形でございますので、あのまた下段もあるからチャンスあるよというところでございます。では皆さん、私ですね、購入したエリア購入法アミプラスで購入した下段、当選結果は、こちら！おー！最高！ダブル当選！イエーイ！はい、結構今回ね、いい感じに撮れてましたね。ありがたいですよね。本当にめちゃくちゃありがたい。5等1000円2つということで2000円取れたという感じでございます。はい、では、とはいえやっぱり1位とか2位とか、あ、ごめんなさい、1等とか2位とか2等とかじゃないんで、反省会していきたいんですが、こちらでございます。はい、まず、削除数字ですね、35番だけ、ミスっておりました。まあ結構ここに関しましては最近幅設けておりますので、まあどうなんでしょうかというところではありますが、まあここはここでしたよと。で、さらに変化法どうだったかというのがこちらでございますね。まあ変化法を見ていても別にうーんって感じです。本当にうーんって感じです。まあまあまあ毎回似たような感じで、なんか突拍もない番号がいっぱい出ましたっていう感じでもないですね。だからまあ結局一番徹底的に調べた方が本当はいいんじゃないと思ってるのは、ロト6においてはいわゆる10回分ですね、トレンドのものと、であと何だったら5回分ぐらいの2つのところで見比べる方がいいかなって感じなので、まあ前回細分は前回細分で悪くないんですけど、結局だからその的として見たらどこが一番太かったですかって言われたら、実際問題やっぱりまあトレンドの方がかなり回数的に高額当選狙えますよという情報なので、そっちの方ちょっと切り替えていく準備を今してますので、しばらくお待ちいただきたいところでございます。では、削除してはいけない数字どうだったかということと、こちら。はい、まず前回の当選番号から出ておりません。で、トレンドの削除してはいけない数字の方で29のが一つだけ引っかかっていました。で、最も重要なのは削除案なんですが、こちらでございます。はい、まず前回細分の出現ランキングで29が一つ。で、トレンドトップ5で35が一つ。で、トレンドの順位の方で35が一つ。変化法の削除見込みで35が一つということで、やっぱりちょっと、リスクヘッジ結構した方がいいなって思うようなことが、やっぱりまあ思うんですよ。選ぶときにたくさん数字ある場合、リスクヘッジした方がいい。要はどっかで1個ヒットしたときに、同じ番号があった場合、結局ボンボンボンってなっちゃうからっていうのを考えると、この、いろいろね、削除案ありますが、まあ全部とりあえず番号ばらしてって、で、被ってる数字はどける。特にまあ2つ以上ね、例えば指標的に今4つ出してますけど、2つ以上で被ってるものはここ来たら怖いなっていうので1個カットしていくっていうのは、まあ戦い方的には妥当じゃないとは思います。はい、で、今回の私の買い目なんですがこちらでございます。はい、で、まあ削除数字の方では35が、基本的には1個取られていたんですが、実際まあ自分の中で設けている削除エリアですね、まあここからここじゃないよねっていう、その本命じゃないよね、つまり太く買わないよねっていうところに、1と19、そしてボーナス数字の26も言ってたんですよ。なのでまあ自分の中では本数字69、33、そして29、なんかわかんないけど19今回ね2個買っちゃってて、まあこれがまあ功を奏した部分はあるんですけど、はい。で、一応ここでまあ下段の方見ていただければわかるように69、33っていうところが、拾えていたりしていたので、まあ非常に良かったという感じでしかないというね、感じですよね。まあダブル、あれこれもしかしたらダブル当選してるやつって僕買い間違ってるパターンなのかな、もしかしたら。まあそれはそれで一つね、ラッキーだと、言わざるを得ないかなというね、まあ宝くじでこういうところもあったりするんで、はい、買い間違いか、ありがたいな。はい、では、今回ね、当選結果振り返っていきたいんですが、こちらでございます。はい、1936回の、結果なんですが、1等0口でございます。皆様こういう時は拍手です。チクシャーとかじゃないです。拍手です。なぜならば、夢が月曜日につながったというふうに考えればいいわけじゃないですか。どうせね、そのいきなり1回買いました。当たります。
ないからね。いや俺もやろうかな、私もやろうかなってみんなこうライバルが増えるじゃないですか。いやあの人の選ぶ番号気になるな、この人の番号選ぶ気になるな、見るな、いやいや当たりそうな気がする。それはね、人の番号だからですよ。実際当たるか当たらないかね、どれぐらいの確率か、難しいものなんだということをちゃんと理解しておいた方が良いというところでございます。で、2等が4口ありまして、1879万2900円の当選者がおります。 4口ね、4名なのか4口なのか分かんないですけど。で、3等が180口ございまして42万9500円で、4等が1万飛び886口7800円で、5等が18万飛び8604口で1000円キャリーオーバーが4億9666万5863円でございますという形でございます。まあちょっとね、今回まあそうありがたいですね、買い間違いが当たるって人も久しぶりなので、まあなんかいろいろこう自分の中で最近ちょっとまあ季節も変わりますまず一つ髪長いかもうバッサリ切りたいっていうのが一つあったりとかで、なんか自分の中でいろいろこう今 YouTube の活動してる中で特にこの宝くじの方なんですけど、まあちょっと、ロト6ロト7、で見たらめっちゃむずいやつしかやってないなと。しかもあとスクラッチじゃないですか、スクラッチなんか下手したら予想も聞かないのがもっとむずいよねと。でまだ取れてないやっぱビンゴ5があったりとかで、まあいずれやろうと思ってるナンバーズの方もね、ちょっとやりたいなっていう気持ちにはなってきたりはしてます。なのでまあもしかするとなんですが、まあちょっとこう曜日変更があるか、もしくはロト6ロト7をちょっと、お休みする可能性どちらかって感じだと思うんですけど、まあ可能性も出てきてはいますので、まあどっちにしようかなっていうふうに悩んでる中で言うと、まあロト6が濃厚になるのかもしれないんですけど、逆にまあロト6はちょっとね解説だけさせていただくっていうのも一つまあいいのかなとは思いながらなんですが、まあいろいろちょっとね自分の中で模索しつつ納得いく形でやっていきたいなと思っております。では皆様、来週の当選結果でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。